ということで、私、レイパー佐藤と申しましてですね、まあ、普段、笑いをモノマネ芸人やっておりますけども、とりあえず、まあ、オカルト系なものも、初回から買ってるぐらいの人間でございますので、いろいろとそういったね、あなたの知らない世界とかも大好きなね、人間でございました。私自身もね、まあ、自分、霊感ないと思ってたんですけども、53歳になってくると、あれ、よくよく考えたら自分って相当霊感あるな、みたいなことを考えてるわけでございますが、うちの一族がですね、本当霊感を否定する、幽霊全否定の一族だったんですけども、よくよく考えたら、これ、ダース・ベイダー、スカイウォーカー並みにこれ、霊力強いなという家族でございましてですね。いや、実はうちの父にですね、死後の世界とかそういう話をすると、もう、バカなこと言うんじゃないっていつも叱られてたんですけども、うちの、まあ、父方の母、まあ、うちの父の母ですね、まあ、私から見たらおばあちゃんですけども、まあ、若い時から働いてまして、父はですね、で、よく虫の知らせというのに非常に敏感で、うちの、まあ、おばあちゃんですね、その父の母ですね、もうちょっと体調が悪かったんですけども、もうなんか突然倒れて亡くなっちゃったんですけども、うちの父は仕事先で、まあ、電話を受け取ったわけじゃないんだけど、なんかピヒーンと来ちゃって、で慌ててその仕事も途中でほったらかして、意味もなく、おい、佐藤どうしたんだって言われても、いやいや、ちょっとどうしても帰らなきゃいけないと、一方的に帰ったら、おばあちゃん、まあね、父から見た母がもう亡くなってたという。でまあ、これだけだったら、まあ、あり得る話なんですけども、私の母、まあ、うちの父から見たもう嫁ですね、奥さん。実は、うちの母、私の母も実は突然死なんですよ。元気だったんです、本当に。亡くなる直前まで。で、朝、まあ、私たちも東京に、まあ、実家は福岡なんですけども、東京に出てきて、で、たまたま帰省してたんですね。で、朝9時頃、お父さんが叫ぶんですね。あれ、踏みのね、お母さんが倒れとる、まあ、ちょっと福岡の間、倒れとるって言って、倒れた瞬間見たら母がもう台所で横たわってるんです。で私ももうその瞬間、あ、もうこれ助からないっていうのは悟りましたね。もう見た瞬間、魂が抜けてるっていうのもわかるんですね。でも、まあ一応、ダメ元で、その蘇生、心臓マッサージ、人工呼吸とかちょっと試みるんですけども、もう、結構もう触った瞬間のもう肉厚が違うというか、関節の曲がり方がもう、生きてないってことは分かるけど、もう泣く泣く蘇生するんだけど、まあ、亡くなっちゃうわけですよ。ところがなぜ、そう、朝の9時、私はね、前日まで久しぶりに帰ってるんで寝てたんで、なんで分かったんだって言ったら、いや、仕事に出てたけど、やっぱりピキーンって来ちゃった。なんか帰んなきゃやばいと思ったお父さんが帰ってきたら、お台所にお母さんが倒れていて、おい、ふみのり、その倒れてるの見て、あれ、やっぱりその虫の知らせみたいなのを感じたということで、うちの父は2度ほどそういう経験をしてるし、実はお父さんの友達に聞いたら、それはそういうのがやっぱ頻繁にあって、やはりずっと来たら、すぐその人の家を訪ねていくと、やっぱその人が倒れてるってよくあったらしいんですけども、まあ、そんな父なんで、私もオカルト大好きだったから、小学生の頃に、死後の世界とか幽霊とかいるのって聞いたら、そんなものはいないって、もうそれしか言わないんですけども。で、私も今9歳の息子がいるんですけども、私らみたいな人間ってのは、その子供が生まれたら、その5歳までは前世の記憶が残ってると言われてますので、5歳にもね、ちょっと4歳、4、5歳になった時に、おい、翔太郎って言うんですけども、翔ちゃん、生まれてくる前の、ね、こととか覚えてると。で、なんか、そういう天国とか、そういうことのことは覚えてるかって言ったら、そんなものはないって一言言われたんですけども、言ってるセリフが父とイントネーションがもう全く一緒だったんですね。で、うちの父、うちの子供、翔太郎が生まれてくるときは、立ち合い分娩してるんですけども、その時は、目を見開いたまま出てきて、テレパシーで私に訴えかけましたね。ふみのり、久しぶりだなって。まあ、これちょっと気のせいかもしれないんですけども、顔の表情はうちの父そっくりだったんです。で、うちの父っていうのは本当は実は私のことが大好きで、しょっちゅう抱っこした方らしいんですけども、やっぱり赤ちゃんってなんかはね、お父さんってあんまり好きじゃないんで、お父さんに抱っこされるとき、いやいやだって泣きわめいて、私あまりお父さんに抱っこされなかったけど、だからそのことすごく悔しがってたというか。で、それだとちょっと、未だその翔太郎自分の息子っていうのは、私の父の、
生まれ変わりなんじゃないかなと、もうやることなすこと、その女好きであることとかもそっくりなんで、まあ、怖い話っていうとなんだけど、まあ、ちょっとそういった父との因縁を感じるっていうのが、ちょっと今の息子の翔太郎であり、うちの一族のことでございますということでございますけども、まあ、ちょっとこんな話でいかがでございますでしょうか。